どうしたいきなりどうしたんや。そんなここにちょこみちんですよしですそんなにしゃくれてないでどうしたの。かつてないほどしゃくれとるよ。ゆうさん、うん、カメラが、うん、壊れました。え、そうでしょ。壊れました。壊れたの。クソかっこいいカメラ。これ合わせて、まあ大体40万弱しますね。マジで。その嘘やき。いや、その嘘やきやめてもらっていい。まず経緯をさ、はい、説明しなさいよ。まあよくね、うん、僕は、はい、出張するわけですよ。はいはいはい。やれ東京に行ったり、うん、大阪に行ったり、はい、北海道に行ったり沖縄に行ったりね、うん、この、うん、相棒である GH5、うん、と、うん、行ってたんですよ、うん、で僕のね、まあ、カメラの師匠といえば、はい、皆さんもご存知のカズさんなんですよ、うん、そうだよね。でカズさんね、うん、もうレビュアーとしても一流で、うん、カメラのことなら、うん、もうカズさんに行っても何でも分かるっていう、まあ、そうだよね。カズさんに相談できるなんて、うん、あんた日本で一番恵まれた YouTuber だろうと、うん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 、皆さん思うかもしれませんけど、間違いないよ。そのカズさんにですね、うん、まんまとまんまと騙されました。そうカズさんのせいの。こうやってると語弊が悪い。なんでこの話ですか。違います、僕が悪いですよ。思ってたじゃん。違います、違った、違いました、ね。まあまあ要は、うん、カメラっていうものは、うん、本来、うん、このね、うんうん、レンズの部分と、はいはいはい、まあ、本体の部分、うんうん、まあ、大きく分けてこの2つにね、はいはい、こう分解して、なるほど、まあ、2つにねこう分かれるわけですよ、うん、はいはいはい。ただ、うん、最初にねカメラのことなんて全然わかんないんで、うん、カズさんに相談するままにね、うん、この GH5 というものと、うん、この広角レンズ、はい、このレンズ、うん、いくらすると思いますか。まあまあレンズやでね、はい、こっちの、まあ、本体は高いし、まあ、2、3万とかじゃないの。これ、うん、新品価格15万円だっけ。15万。え、15万。これ15万するんですよ。嘘、ロードバイク買えるでこれ。どこにその技術がなんかあるんだろうね、その価値というか。違うんでしょうね。なるほど。まあまあすごく高いレンズなんですけど、うん、まあ母さんがね、うん、こうやっぱ自撮りするときとか広角ですごくいいと、うん、広く撮れるの。はい、実際カメラとの距離がこう近くても、うん、すごくこう外までね、あ、見えるって。で実際映像の仕事をしている僕の兄ちゃんも、うん、これはすごいってびっくりしてたんで。あ、そうなの。はい、なんか普段から使ってるからね。そうなんですよ。凄さがよく分かんなかったよね。そうなんですよ。だから全然その業界の人もびっくりするぐらいのものすごいレンズを実は僕は使ってたって。あ、そうなんだ、はい、知らず知らず。めちゃくちゃバチ当たりやな、はい。で、うん、まあ、普段の移動の時ですね、うん、はいはい、最初、うん、この状態で、うん、これと、うん、これと別々でね、うん、いわゆるレベさんリュック、あー、でかい、はい、リュックだね。カメラバッグってものを買ったんですよ、うん、でカメラバッグに入れて出張してた時に、うん、こみち何してるんやって、もうつけたものでええぞって。あ、なるほど、うん、そんな面倒くせえことせずに、はい、もうそのままつけてもう持ち運べばいいじゃんって。そう、なるほど。それがまあスタンダードだと。なるほど、なるほど、おっしゃったんだよね、うん、それから半年ぐらいですね、うん、まあそれは師匠の言うことは絶対だよね。はい、うん、こんなのいちいちやっぱシャッターチャンスというか、うん、動画のチャンスなんてね、うん、その時の、うん、まあ、ノリと勢いと、うんうんうん、タイミングもやっぱ大事なんで。確かに。その時いちいち出してこんなことしてたらね。あ、そのひと手間がね、命取りだよね、うん、とかカメラのこのマイクもね、うんうんうん、外してあはははってたんですけど。そっかそっか。この状態にしてから、うん、8ヶ月ぐらいして、うんうん、悲劇が起こったわけですね。お、何悲劇。その日ちゃんと、うん、もちろんカメラバッグ、うん、ね、カメラ専用のリュックですよ、はいはい、でかいやつあるねにちゃんと入れて、うん、で入れるとき絶対ちゃんと蓋もするんですよ、うんうん、もちろん、うん、擦れるんでね、うん、こうしてれば、うん、まあまあ保護されてるの大丈夫じゃないですか、うん、アパホテルのテーブルありますよね、うん、あそこの高さからポン、うん、ってほう落ちたんですよね。あ、なるほど、あ、落ちた、はい、うん、あ、落ちたと思って、うん、でパッと見たら、
まあ大丈夫そうだったんで、まあセーフみたいな感じで持ってて、まあ岐阜に帰ってきてね、いざじゃあもう一回じゃあ、あの別のね撮影をするかっていうことでカメラを取り出した時にちょっと外れてたんですよ、こうやって勝手に。おお、あ、レンズが、レンズが勝手に外れてたんですよね、おっと外れてると思って、もう危ねえ危ねえと思ってつけようと思ったらつかないんですよね。おお、なんと思ってパッと見たらこんな感じで、レンズとの接合部がバキッと壊れたんですよ。うわー、ひどい状態だね。はい、で、すごいショックで、で、しかも2日、その2日後には、もう公開された後ですけど、琵琶湖での撮影があったんですよ、キャンプ。はぁ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 、やーべー。本当だよね、撮影できないじゃん。はい、やばいと思ってすぐにレンズを注文しまして、で、新品のレンズがね、届いたわけなんですけども、まあ、Amazon だとちょっと安く買えるって言っても、12万ぐらいするんですよ。ああ、すごいね。それを持って、まあ、行くしかないと思って、まあ、注文をそうしたんですけど、一旦でもカズさんに相談してみようと思って、なんかその修理するとことか、なんかこんな感じでどうしましょうみたいな感じで、まあそうだね、LINE したらですね、こんな感じの返信がね、来ました。カズさんにね、レンズが壊れたポッポって、まあ、ちょっと頭おかしいんですけど、レンズが壊れたポッポ、レンズの修理ってどっかでできるんですかねって、カズさんに聞きましたところ、カズさんから、第一声が、かっこいいって。かっこいいな、かっこいい、おかしいやろ。それは普通に電話サポートで問い合わせコースすなって、まあ言ってくれてるんですけど。なるほど、なるほど。第一声おかしいでしょ。第一声、この、あの写真を見て、かっこいいって。感性が独特すぎる。で、まあキャンプに間に合わないから、なんかカズさんもレンズ持ってこうかみたいな感じでね、言ってくれてるんですけども、なるほど、ね、カズさんの第一声はなんと、かっこいい。まあカズさんらしいっちゃカズさんらしいね、らしいなと思いましたね、っていう感じで、修理に出して、で、今ね、撮ってるカメラにもついてるんですけど、どっちが新品、もう結局どっちもなんかもう新品みたいな感じになってるんですけど、あー、なるほどなるほど、ここのね、蓋がカパカパした感じの故障だったんですけど、故障というか破損ですね。そうだね、それに対しての修理費用、おいくらだと思いますか。怖い、マジで。え、マジでこれ、でも、まあ、本体以上はいかんから、はい、どうでも出しても2、3万とかじゃない。あー、いい線いってますね。本当、そう、まあ往復の送料とかもありますから、その辺も全部足すとですよ、ちょっともうちょっとして、修理費用、大体10万円だけ。新品買えよ。10万円だけ。新品買えよ。結局新品になってきたんですよ、でもこれ。あ、そうなの。はい、あ、直すよりも新品の方が早いっすよみたいな。新品との交換という対応になって、それならまあでも、はい、10万円で新品ですよっていうことか、はい、あ、まあ、2、3万引きみたいな。なるほど、はい、うおー、たっけー、たけーっすよね。いやー、カメラの故障は気をつけないかんね。はい、命取りやで。ただ、ここで話が終わらないんですよね。そう、ここ最近、いくつかの動画では出てたんですけど、今、中にはね、ボツになった動画もいくつかありまして、実写の方のマイクの話なんですけど、ある時から、マイクが入んないみたいな、雑音がする、全く聞こえないとかあったんですよ。一番持ってなかったのは、赤髪の友さんとサバゲーした時の赤髪の友杯の撮影もですね、映像だけで音声ゼロ。あれもボツったの？あれボツったんですよ。で、なんかおかしいなおかしいなと思って、マイクをとりあえず買い直したんですよ、新品のマイクを。あ、そうか、音が。新品のマイクを買い直して、で、刺した時に原因が分かりましたね。おう、ここが潰れてるというか壊れてるの分かります。ちょっと待ってくれよもう。あー、そこね、はい、なんかジャック刺すみたいなとこか。そうそうそう、はいはいはい、なんか、なんかさ、はい、金属が。あー、なるほど、なんか、はい、金属がボロボロになってるじゃん。なんかおかしくなってますよね、これが原因でしたね。笑顔で言っとる場合じゃねえって。ちなみに本体は今から修理出します。どん傾くんだよ。
ってことは今からそれ何修理に出すの？今から修理に出すんですよ。で、うん、これに気づいた時に思ったわけですよ、うん、こいつが壊れたってことは、うん、撮るカメラがねえっていう。そうだね。よさ、今それカメラ撮ってますけど、うん、ところどころボタンが違うのを気づいてます。本当だ。あ、本当だ、本当だ、違うじゃん。あ、なんか色が違う。色っていうか ボタンを押すとこが、はい、ここの、レックボタンが違ったりするんですけど。あ、そうだよね。まあ、カメラに詳しい方ならピンとくるかと思いますが、はい、こちら GH5 という機種なんですが、うん、今撮っているのは、うん、GH5S という上位互換のものを買いましたね。うおー、もう傾くな、潰れるな、うち。新品で、うん、Amazon 27万円相当。マジで？うそ、27万。そんな爽やかな顔で言われてもらう。でも、うん、幸いですね、うん、何の因果か分かんないんですけど、うん、本体を買った時にすで、うん、にですよ、うん、レンズももう一個あるわ、マイクももう一個あるわ、うん、至れり尽くせりだったんですよ。至れり尽くせりじゃねえよ。全然幸いじゃない、不幸なんやで、ただの。しっかり金一個ずつちゃんと余ってたんで、うん、その代わりしっかり金がなくなった。金なくなるんですか？金なくなるわ、その魂額なくなってるはず。40万、50万ぐらい。そうやね。の痛手というか。ただですね、はい、今撮ってる GH5S というものが、夜景に強いんですよ。夜景に強い。ああ、なるほど。カズさんが、あえて綺麗に撮れるのは、うん、まあもちろん技術もね、うん、ありますけども、うん、そもそもの撮ってるカメラが違うっていう。あ、GH5 やし、そっちは。はい。こっちは 5S や。5S っていうので。で、こっちが夜景に強いのね。はい。なるほど。なんで、キャンプとかでね、うん、夜遅くなった時に、うん、めちゃくちゃ強いわけですよ、こっちは。なるほど。っていう感じで、運が良かったなと。いや、悪いわ。運は悪いんやって。いや、なかなかやっぱカメラ買いますっていうと、うん、やっぱヨシさんなかなかいい顔しないんで、これはチャンスだと思って。見てみ、見てみ、全然いい顔しないで。鬼みたいな顔してるで今。まあでもね、はい、その前にゴミチン一人でさ、そのキャンプ撮影してた時に暗いところで燻製とか撮影しててさ、はいはいはい、やっぱりその撮影が暗いのがそのネックになるって言ってたから。そうですね、まあ、そういう意味ではまあいいきっかけにはなったかなと。でしょ。いや、そこに乗っかられると目立ったはずやけど。一生懸命そういう風に自分で着地点を今持ってきて作っとるやって。心の着地点を。でね、現状、はい、かかったお金としてはこっちが10万、10万円ですよ。はいはいはい、はい、10万円、うん、で、レンズね、うん、買い足してますから、うん、12万円、はい、で、マイクも、うん、間違えて買い足してますから。まあ結果ね、うん、使える2個ね。まあまあまあ、そっか、はい、そっくりそのまま。マイク僕3000円だと思ったら、うん、これマイク1万5000円です。そんなすんの？するんすよ。これで買う時になんか3000円くらいでとか言って注文する時びっくりした。感覚で物を買っとるやつ。で、GH5S が27万円しまして、それだけでも50万いっとるよ。締めて、うん、そうですね、うん、50万ちょっとのね、うん、買い物をしまして支出がすげえ。たくさん動画を見ていただいて、うん、いろんな方に広めていただいて、うん、そうだね、少しでも赤字が解消できるように、ね、今の時点でマジで大赤字やねこれ。っていう感じですよ。もう言葉失っとるやん、絶句やん、絶句。じゃあ、はい、そんな感じで、はい、また後日のね、うん、こちらの修理費用、うん、気になるところだと思いますので、うん、楽しみに待っててください。楽しみなのか。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。